いや、だから第63条の3項を読んでもらえばいいんですよ。私が読みましょうか。前2項の興行権者は第1項の規定により届け入れをし、または前項の規定により認可を受けた施行案によらなければ興行を行ってはならない。つまりさっき読んだ条文の通り、まず経済産業省あるいはその代わりの委任してるわけですから、工業局ですかが、まずこれは正当な届け入れであると、施行案であるということで認可をすると。で、その事業を実施するにあたっては、その施行案にのっとって、事業を行わなければならないですから、書いてないことを勝手にやって不当に利益を求めていたら、ここだけはっきり答えてください。それは法律違反ですよね。工業法では期待することを求めております。いや、そうじゃない。期待することを、工業をもう一回言いますよ。認可を受けた施行案によらなければ工業を行ってはならないとこう書いてあるわけです。これ厳しい禁止規定ですよ。つまり書いていないことをやって不当に利益を得ている。書いていないことをや工業、施行法、施行案に書いていないことをやっている。認可された施行案に書いてあることをやっている、書いてないことをやっていれば、それは違法ですよね。はっきり答えてください。違法です。違法でございます。それで、先ほどすみません、148条と申し上げましたが、罰則規定149条の方でございまして、63条3項、今ご指摘の63条3項、また63条2項3項の規定に違反したものについては、1年以下の懲役、または50万円以下の罰金に処する。じゃあそこでもう一回確認しますけれども、現状琉球セメントはガンズリをトラックで運搬していませんか。していますよね。こうですって書いてないことをやってしていますよね。すみません、許認可権限を有する沖縄総合事務局にて、適切に事実確認を行うまして、適切に対処していると認識しています。地元の赤嶺先生はなお、もうずっと見てるんで、運搬しているのは事実ですよ。これね、ガンズレを運んでなきゃ埋め立てできないわけだから。いや、防衛省で、防衛省は何で埋め立ててるんですか。皆さんの埋め立て承認申請の中にはガンズレいくらって書いてあるんでしょ。そうでしょ。ガンズレでしょ。ガンズレだと運んでるのはガンズレでしょ。皆さんが琉球セメントから運んでもらってるの、違うものなの。運ばれてるんでしょ。突然そこに現れるわけじゃないですよね。いや、運んでるんですよ。それははっきり答えてます。今運んでるものは何ですか。ガンズレを運んでいます。はい、そうすると63条に基づいて、施行案を作り、そしてその認可を受けると。そしてその認可、を受けた施行案に基づかなければ、事業をやってはいけないという厳しい禁止規定が63条にある。で、しかも149条にはそれに違反したら1年以下の懲役、50万円以下の罰金という、懲役刑まで、あるということでありますので、当然認可をした経済産業省もしくはその委任を受けた経済産業局においては、これだけの厳しい禁止規定があり、懲役を伴う罰則があるわけですから、当然その認可が適切だったのか、あるいはその認可された施行案に基づいてやっていないのではないかという指摘を受けた場合には、それは調査をしなければなりませんよね。調査をしなければならないんじゃないんですか。正しくやっているかどうか、指摘を受けたときに、これを施行案とはきちっ、施行案に基づいて、適正に事業を行っていないということが、証拠を持って、指摘をされた場合には、
許認可権者としては当然監督権限が監督義務があるわけですから調査をしなければなりませんよね。それだけはっきり答えてください。許認可権限を有する沖縄総合事務局が事業者に適宜実確認を確認しておると承知しておりますし引き続き適切に対応してまいりたいと思います。確認しているじゃなくて確認をしなければならないそういう義務がありますよね。許認可権者として確認していると思います。はい、しなくてはいけませんと思います。はい、防衛省にちょっと一問聞きたいんですがね、ガンズリを運んでるかどうかというのは一切答えないんですが、泥混じりの泥も一緒に運んでますよね。赤土混じりのガンズリと一緒にガンズリは運んでるけども泥も運んでる。あ、泥混じりの泥、いや赤土混じりのガンズリでね泥も運んでいますよね。私たち材料承諾願いというのをその受注者の方が出していただいて、でそこにはちゃんと青の鉱山のガンズリというふうに書かれております、でそれを、適正に供給されているということを考えているのと、あと実際にガンズリが入るときにその監督官が立ち会いとか確認をしておりますので、間違いなくその鉱山のガンズリが入っているというふうに私たちは理解しています。ガンズリと一緒に目撃者はみんな泥赤土も入ってると写真もいっぱい出てるんですよね。記事だけじゃなくて写真も見たんでしょ。赤土以外に見方が出ないような赤土も入ってる。仮に泥を運んでるとしたらガンズリもここでは泥の運搬方法もこの中にですね施業案の中に書かれてないわけですから彼は運んでるとここもね要請が高くなってくるということになりますので、先ほどから先生方がおっしゃった点についてはきちんと、納得いくような説明をしていただきたいと思います。それで、ね、やっぱりねこのことはね経済産業省今日答えていかないといけないと思いますよ。もう一回防衛省に伺いますが今運ばれているのはガンズリですよね。はい、ガンズリです。はい、はい、ってことはガンズリを運んでいるということはですよ、経産省が認可をした工業法に基づく、なんだっけ、使用書、施業案には、ガンズリを運んでるってことは、ガンズリのことが書かれていなければなりませんよね。で、マイクで答えてください。ガンズリ運んでるって防衛省が言ってるんですよ。ってことはこの施業案にはガンズリが書かれていなければなりませんよね。ものすべて書かれているとされています。はい、だからもっとストレートに答えて、ガンズリを運んでると防衛省が言ってるわけですから、ガンズリは施業案に書かれていなければなりませんよね。はっきり言ってください。書かれていなければならないでしょ。いや、ガンズリは書かれていなきゃダメでしょ。何を運んでるか。定義の話にしちゃダメですよ。運んでいるものは書かれていなきゃいけないんですよね。はい、ありがとうございます。はい、じゃあ見てください、もう一回、さっき赤嶺先生のやつコピーして。はい、そこに書いてありますか。じゃあここに書かれていないものを運んでいる、それは事実ですか。それを認めますか。ちょっと話してます。いや、だから運んでるものは書かれなきゃいけないって今言ったじゃないですか。これ見てください、書かれてますか。書かれていないものが運ばれてるでしょ。書かれてるか書かれてないか、ここに書いてあるか書いてないかだけ答えてください。まず書いてありますか、ガンズリ。定義のこと聞いてませんよ。ここにガンズリが書いてあるかどうかって聞いてるんです。ガンズリという単語がここに出てくるかという質問でしょうか。はい、それは見当たらないと思います。はい、ないですよね。ないものを運んでいる事実がある。これは違反じゃないですか。
はい、認めなきゃダメですよ。